はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。安田でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画はね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、白血病のね、治療ではね、抗がん剤と、もしくは放射線でね、治療をね、するんですけども、抗がん剤は点滴のように血管に針を刺して注入します。こう、ね、点滴ですね、こう腕から刺してね、することが、多くあります。中には錠剤のね、抗がん剤もあるみたいなんですけども、僕は使ったことないんで分かりませんけども、抗がん剤にも種類がね、あって、状態によって使う薬は変わってました。大体白血病患者さんっていうのはですね、一番最初に使う抗がん剤が一番強力だと言われています。その一番強力な抗がん剤でね、白血病の悪い細胞を、ね、破壊してしまうという治療法を行うわけですけども、そして骨髄液の、ね、検査をしてですね、白血病の悪い細胞が残っていないかっていうのを確認してから、その後は白血病の悪い細胞が新たに生まれないようにっていうのと、増えていかないようにするために、現状を維持するための治療をしていきます。その時に使う抗がん剤はね、1回目の、ね、抗がん剤よりもね、優しいやつを使うみたいです。今みたいですって言いましたけども、僕はね、使ってもらえなかったんですよ、実は。実はね、一番最初の一番強力な抗がん剤でね、白血病のね、悪い細胞がね、なくならなかったんですよね。僕の体にはね、効かなかったようですね。その結果が出た時にはですね、ヤスーさんの白血病細胞が全く減らないっていう風な感じでね、ナースステージがね、ちょっとざわついたらしいです。そしてですね、その結果を聞かされた時はね、すごく落ち込みました。でも予定ではね、その一番最初の強力な抗がん剤でですね、白血病細胞がなくなって、あとは悪い細胞がそのね、先ほど言いましたけど、新たに増えないようにと生まれないようにっていう治療をしていく方針だったので、その気分でいたわけですよ。しかしそうはいかなかったので、間髪入れずに先生からね、助かるには骨髄移植しかないですんで、骨髄移植しましょうとね、勧められました。白血病とね、診断されてから入院して半年以内でね、退院されてた、その、池江璃花子さんとかね、岡村孝子さんっていう方たちっていうのはですね、最初の抗がん剤でとても良い状態になったんでしょう。素晴らしいです。でも素晴らしいですけどね、それなりに抗がん剤をしているので、しんどい思いをされたと思います。今ね、現在入院して治療されてる方っていうのもですね、しんどい思いをされてます。中には僕と同じような状態に、なった方も多いはずです。でも治療方法ってね、めっちゃたくさんあるんで、希望を捨てないでください。絶対に。これあかんかったら、次はこれでいきましょうっていう風にね、先生がね、次から次へと、こう新しい薬とかね、新しい点をね、出してくれるはずなんで、何個か用意してくれてます。必ず。なので、頑張って、ね、患者さんはこうご飯を食べて、頑張ってね、まずい薬を飲むんですよ。でも中にはほんまにまずい薬あるんです。このまずい薬の話はね、また近々しますけども、薬の名前は出しませんけどね、またちょっと話聞いてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。